竜の目の涙というグループの小さな目という曲、知ってる方おられますか？絶対いないはずですタイちゃんのねオリジナルソングの CD をね前回いただきまして、素晴らしいですね。僕もやりたいですけどね、能力ないもんですから。ふと思い出しまして、実は僕は学生時代、大学で3年生の頃ですけど、1年半ほど合唱団入ってまして、合唱団の時の先輩から声をかけられまして、男4人のグループを作りまして、そのグループの名前が竜の目の涙だから皆さん知ってるはずがない。小さな目というのは、実は当時、神戸新聞、朝日新聞のやってたらしいんですけど、小学生が詩を作って新聞社に投稿する。でその投稿採用された、詩が、土曜日に掲載される。でその詩に曲をつけたプロの作曲家はですね、その歌集がこの小さな目という歌集で41曲ぐらい入ってます。でその中から僕らの、男性4部歌集にアレンジしてくれた曲が15曲ぐらいありまして、当時オープンリールのテープで録音していたものが残ってまして、それを CD に置き換えて、で友達に聞いてもらったところ、こんな珍しいものを隠しとくのはもったいない、ぜひ YouTube にアップしようよということで、友達が動画編集してくれまして、で数ヶ月前に YouTube アップしました。割と会長にですね2ヶ月ぐらいで500回再生まで行ったんですけど、実はそれから伸び悩んでまして、で皆さんに PR をしたいと。なので、今日帰ったらアコースティックのグループラインにアップさせていただこうと思いますので、ぜひ聴いていただきたいと。で20分もあるんですけどね、15曲最後までなかなか聴いてくれないんですけど、最後の4曲が素晴らしい曲、一番最後の曲は実は障害者の方のね曲なんですけど、まあ、とても悲しい曲なんですけどね、できればお時間をとって聴いていただければなと思いまして、その曲をちょっと2、3曲1曲1分ぐらいですので3曲ぐらい聴いていただこうかと思います。最初の曲は寝言、言おうと思っても言えなくても、言いたくなくても言うている、寝言はどうして言うのかな、自分じゃ全然わかりません、一つ自分で聞きたいな、どんな寝言を言ってるか、ちょっぴり気になる寝言です。ね、自分の寝言は自分でね分かんないですね。はい、ということでね、まあ、そういうこういうなんか楽しい曲、楽しい詩がいっぱいあります。次の曲は「友達」という曲です。みなちゃんはすぐ笑う、なみちゃんはすぐ怒る、この間なみちゃんが変なこと言った、みなちゃんはやっぱりゲラゲラ笑った、どうしてみなちゃんは笑うのかな、うらるらるら、猫ちゃんとなみちゃんは喧嘩をする、私の友達は喧嘩をしたり笑ったり怒ったりするんだな、みなちゃん、なみちゃん、猫ちゃん、みんなみんな大好きだ。はい、友達という曲でした。3曲目虫の卵、これはカボタスとなしかに、蝶々の卵を食べたらへそに羽が生えるから、カブトムシの
卵を食べたら頭に角が生えるから、またそれらかに羽が生えるから。はい、ということで3曲お聴きいただきました。はい、またぜひ YouTube も聴いていただければと思います。 PR コーナーでした。